おお。サブスタンス。レジ金。よくないな、それ。なんかよくねえな。もう、ねじ玉、金玉っていうのをちょっと、めんどくさいなと思って略すことにします。あ、レジ金 TV 熱いな。じゃあ、金玉に挨拶させるか。うん、うん。レジ金 TV っつって。はいはい。何の話やねー。言ってね、言ってますけれども。みっちゃんがね、今日はパソコンで作業してたとこなんですけどね。はい。俺はあの、レジスタンス総選挙のちょっと票数を見てました、うん、なるほど。だいぶおもろいことになってるし、ええ感じ、はい、盛り上がってる、時刻的には。おうおう、お前喋ってる間にもう締め切りやな。あと5分で、あと5分や、ほんまや、あと5分でもう投票締め切りっすね。うんうんうん。いや、見てる感じ結構荒れてるんで、すげえ面白いっすよ、今回。マジっすか、うん、楽しみっすね。とまあまあ、うんうん、まあその前菜はさておき、はいはいはい、根菜はさておき、だからみっちゃんが言いたことあるらしいっす、うん、ああ、僕ですか。なんか、はいはいはい、ちょろっと夕方に喋ってたことあるよな。なんかな、あったな、うん、まあ、事の発端はね、うん、矛の突端は何でしたっけ、事の発端は。いや、多分ね、俺が YouTube 見てたんよな。なんだっけ、マカロニ鉛筆のなんでもないよが、はい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 、今ちょっとレジハウスで若干ブームってるんですよ。お前が歌うとない。お前がずっと歌ってるだけで。みんな不意に口ずさんでるやん。会いたいとか寝そべりたいとか寝そべりたいとかそんなんじゃなくて。そんなんやろ。そんなんやろ。いやいやいや、それ聞いてたんですよ。で、その関連の曲に、うん、ワッチの、新しい彼女ができました、できなかったね、やつが出てきて、で、それが再生されとってな。まあ、ちょっと悪く言うと、男のくせに女目線の歌歌ってる曲ね。俺は許しちゃってくれよ。いや、それはいいね、もう、まあ、どっちでもいいんですけど。うん、で、まあ、それはいいっすよね。なんやろな、その、なんていうんやろな、うん、女の子が、うん、振られたか、まあ、別れた後に女の子がちょっとこう前向きになるとか、うん、別れそうな女の子がそれ聞くと、うん、なんかこう踏み切れそうな、うん、ぐにゃぐにゃってしてる時に後押ししてくれる感じの曲なんですよ。後押しの感じやな。微妙な感じやけど、このまま付き合ってていいんかなっていう女の子ね、うん、じゃあ別れようって思う、決断させるような、まあすごいいい曲なんですけど、でそういう曲に対して、やめてくれんっていう話。やめてくれん、まあ、申し訳ないんですけど、うん、ね、女の子はまあそれでこう踏み切れるかもしれないんですけど、そうですね、男取り残されんすよ、それ。そう、なんかね、それめっちゃわかるわ。それさ、なんか、いや、まあ向こうがね、うん、直接的に言ったわけじゃないよ、うん、ないんやけど、ないけど、なんかちょっと、これ多分あいつこの曲聴いて俺のこと振ったなみたいな瞬間あるやん。だから、なんか雑なもんが混じって、いらん余計なもんが混じって別れさせられた感がすごいみたいな。そうそうそう、介入したなみたいな。技術介入入ってたな。技術介入ちょっとうーわっていう、魔の手入ったかな、ね、そういうのやめてくれっていう。だからそれで言うとさ、うん、もう一個ね、あるんすよ。もう一個ある、もう一個あるんすけど、うん、今ポッて思ってたけど、占い、うん、あるやんか。俺さ、占い自体は別に否定的な意見持ってないんですけど、占いね、その別れ、はい、かどうかみたいな、ちょっと微妙やなっていう彼女が、うん、占い行って、でそのおばあんに、占いのおばあんに、ババアに、あ、ごめんなさい、口悪いですけど、あのババアに、いや、それは別れた方がいいよって言われて、でその彼女が、ごめん、別れようって言ってるのが、マジでふざけんな。めちゃくちゃ腹立つわ、それ。占いのババア、見てるか。見てるか、あの時の占いの場は。ちょっとね、占いね、それ良くないっす、はい、やっぱり。だって順次に乗った、あ、今もう受付締め切りました。おお、受付締めで、はい、皆さんたくさんの回答ありがとうございます。受付締めでございます。総票数が、うんうんうん、見てみましょうか。はい、見たい見たい。36,854、えぐいぞ。ちょっと待って、あれ12時間前ぐらい見た時さ、2万ちょいぐらいやったらいいけど、あれ、セッター、うん、めちゃくちゃ入ってるやん。じゃすごい、おやばいって、みんなすごいな。すごいな、まあ、残り何時間ですって煽ったからな。半日で1万票ぐらい入ったわけか、うん、まあ、それはさておきよ、うん、あ、はいはいはい、戻りますか。占いの話です。はいはいはい、はい、戻りましょう。うん、確かにあれを、まあ、なんやろな、俺の中では、うん、まあ、1個のただのエンターテインメントやなっていう占いって、
はいはいはい、要はさ、なんかあの、うんうん、星座占いみたいな感じじゃん。わかるよ、うん、今日1位やったラッキーアイテム何、何のあれも根拠もないわけですからね、うん、みたいな感じで、はい、だからだからなんか1位やったから、うん、とかその占い10位やったからさ人生終わるわけじゃないやん、うんうんうん、っていうのに簡単にその人が直接喋ってくれるから、はい、鵜呑みにすんだよみんな。はそれでな、あの世間立ててる方もいらっしゃるからあんまでかい声で言えへんけど、うん、これ見ていただいてる占いのおばあちゃんがいたら、ね、被害者もいるんだよという話をちょっと分かってほしいな。はい、そうですよ、うん、それでな、まあ、そうまあ彼女からしたら、うん、でもまあどうしようか悩んでる時に、まあ、あの別れた方がいいよって言われて、うん、まあ結局多分なんか内心やっぱ別れた方がいいかなって思ってたから、うん、それが後押しになったぐらいの感じでよかったみたいな感じになってるのかもしれない。まあ知らんけど、うん、こっち関係ないからねこれあの全然未練未練たらたらなんですよこっちは。いやでも俺もなんかあったわ。でもそれなんあった、うん、あの、うん、あんまり一緒におりすぎると、はい、こう辛い部分が増えてしまうよっていうのを占い師に言われたから、うんはい、会うの週一にしようって言われたことある。え、怖っ。やばない。いや、あってマジで実際あって。いや、なんなん。え、いやいや、俺普通に占いだから俺その時点で嫌いになったよ。いや、なるわ、それは意味分からへんと。それはなるわ。もうだって、学校終わりとかもうほぼ毎日のようにあってめっちゃ楽しくしとったのに、うん、急になんか、うん、いや、あれやね、その占いに行ってそのことに俺知らなかったよね、はい、で、1週間ぐらいずっとなんか連絡がさ、こう、うん、雑になってきたというか。あー、マジか。なんなんみたいな。どうしたんやろ、言うて、うん、気になるわ。で、うん、1週間に1回ぐらいにせえへんみたいな、うん、俺には占い師に占ってもらったって言わんねん、うん、友達が俺に言ってきて、えなんか占いであんな言われとったわ、はははみたいな。それやん、それやん、むちゃ腹立つわ、ほんで。それやわ。あーっていうね、被害者もおるというふざけんなよ、お前マジで。お前、お前見てるかお前元カノ、お前、おいおかしいやろ、どう考えても毎日おもろかったやろまあまあだからそれだけ長続きさしたいという思いもあったんかもしれんな。あったかもしれない。擁護するとな。全然俺は楽しかったの。しかしやで、しかしなんやけど、うん、恋を邪魔しないでくれと。そうやな。まあ何よりもでかいのはやっぱあの曲のせいっていうのがきついよな。曲のせいね、うん、曲のせいも曲も曲であの一つのエンタメですから。そう、自分の人生左右されるほどでかいもん。そうそうそう。まあでもしかしたらそのな、俺らのなんかサントラ聞いて頑張ろうと思いましたみたいな人多いかもしれんけど な、うん、だな。でもそれは別に被害者出へんやん。そうやな、絶対出へんやん被害者。サントラ聞いてなんかこいつら楽しんでんの見て俺辛くなりました、死にますないやん絶対ないな。失恋応援系ソングは、うん、あのまあ聞くのは全然いいんですけど、できればね、作曲者の方々にね言いたいんですけど、うん、できればもうちょっと最後の決断は自分でしやみたいな、最後の決断は全部お前がすんねんでアーティストに向けた動画になって、最後の決断はお前がしやみたいなを最後に付け加えてくれるだけでも全然違うと。最後に何もかも自分次第みたいなパンチが入って終わってほしい。そういう感じでお願いします。作る？え？恋愛なんか恋愛ソングとは絶対こうあるべきっていうタイトルの曲作る。ああ、いいね。なんかワンチャンゴタゴタとなんたらかんたらでみたいな、まあ、でも結局その最後に決めるのは自分やんみたいなお前人の意見も大事やけど自分の人生自分の好きなように生きろってなやつか辛い苦しい時があって別の人の彼女なったやつおるけど最後は自分の意思が一番大事なんやでっていうっていう感じで、まあ、とにかく自分の意志を強く持って生きてほしいね、うん、はい、そう思いましたね。うん、応援してます。占いはしょうもないわけじゃない、その恋愛ソングもしょうもないわけじゃない、すごいすごい影響力があるってことですから、うん、その辺にしとこ、ね、何にしとこ、もう被害者の会でした。被害者の会でしたよろしくお願いします。おつきんたまん。